おい、北条。喉が渇いたな。そう言うと余計喉が渇くでしょ。しょうがねえな。もう30時間くらいでしょうか。寒い。凍えそう。もっとこっちに寄りなさい。できる限り集まって体温の低下を避けましょう。うん。あんたのそばになんか行かないわよ。なんだと？おやすさんの方がいいってのか？すまん。そういえば。言わないで。あなただってショックだったでしょうからね。何も言わないわよ。そうか。むしろそういうジョークの対象にしてやった方がおじさま喜ぶんじゃないかしら。ほう、やつのことをよく知ってるじゃないか。奥さんだもの。それにしても。わかってる。私の概算ミス、救助隊の怠慢、税金の無駄遣い。違う。そろそろノックの時間だぞ。また私？代わり番号だ。定期的に叩いて救助隊へ位置を知らせるんだ。来ないけどね。そのうち来ます。おい北条、もちっと気合い入れて叩け。でないと救助隊が通り過ぎちまうぞ。うっさいわね。はーい、20回くらい叩いてきたわよ。なんだよその20回くらいってのは。今数えたら18回だったぞ。2回足りんな。2回くらい叩く回数が減ったからって救助隊に見つかる確率まで減りやしないわよ。ほう、2回くらい叩く回数が減っても確率が変わらない、そういう理屈か。そうよ、そう言ってるじゃない。だがその理屈だと数学的機能法を使えば0回でも見つかる確率が減らないってことになるぞ。どうだ、参ったか。男の理屈っぽいのって最低。うん。何よそれ。俺の腹の虫だ。あなたね、か弱き乙女たちが我慢してるってのに。人間の真っ当な生理現象だ。腹が空けば胃が振動する。まったく。男のくせになんて男女差別論を言うつもりじゃないだろうな。どうだ、参ったか。男の理屈っぽいのって最低。なんか喋るのも億劫になってきちゃったね。ああ、いちいち喋らすなよ。来るでしょうか。きっと来るわ。そう信じましょう。少し眠るんだ。体力の低下を防いでおけ。横になってはダメよ。体温が一気に低下しちゃうから。おい、5時間って概算はどうしたんだよ。世の中予定通りに全て行ったら苦労ないわよ。そのうち来るわ。死んでからじゃ嫌だぞ。私だって嫌よ。まるまる2日くらいか。おい。なんだよその気のない返事は。気がないのよ。お腹減ったわ。か弱き乙女たちがみんな我慢しているんだぞ。私もか弱き乙女の一員よ。おばんの癖しやがって何言いやがる。あなたね。もうやめやめ、体力がなくなるわ。なんだか少し体がだるいです。眠くなっちゃう。もっと体を寄せ合いなさい。むにゅ。あんたはいいの。うるせえな。でっけえ口開けて息を吐くな。ふん、酸素がなくなるとでも言うわけ。
そういえばそうね、今気づいたけどなんだか少し息苦しいですね。おい、分かってる、今考えてる。ここへ閉じ込められてから2日間くらいだ。ここの容積はだいたい2日間でキリチョンってところね。アクアラングのボンベ容量から逆算したんだけど、もう2日間経ったぞ。やばいわね。おい、公務員なら何とかしろ。うっさいわね、分かってる分かってるけど対処のしようがないわ。プリンや麻薬を見てみろよ、疲労の限界に達してるぜ。そうね。どうする？あと数時間だけ待ってみましょう。そうしたらまた考えましょう。いい根性してるな。ちょっとそんな大口開けて息をしないでよ、酸素が減る。うっせえな、俺は肺活量が多いんだ。自慢にならないわよ。あの、たくさん話すとたくさん消費すると物の本で読んだことがあります。やるか。私も今考えてた。泳ぎのできないやつは上等だ。じゃあ例のボンベで。でも海水は氷点下に近いわ。このまま窒息するかい？やるしかなさそうだぜ。とりあえずみんな立とう。はい。確かボンベは端っこに置いてあったはず。どうしたの？見てくれこれを。壊れてる。ああ。しかも見ろよ、ご丁寧にボンベを外してエアを外に逃がしている。誰かがやったというの？ああ、間違いない。もう一回この辺りを調べてみない？その前にボンベは部屋の中央にでも移動させておこう。そうね、とりあえずもう一度チェックしてみましょう。どうだ？異常なし。こっちもだ。妙だな。そうね、侵入された形跡がまるでない。誰かいるならそれと気づくはずよ。だが誰も。そうね、いないわ。ということは、つまらないこと言わないでよ。そうだな、俺もそう思う。だが他にどんな可能性がある？ボンベが一人でに壊れエアが外に逃げる可能性だ。そんなわけだよな、普通。どうする？不毛な考察をしていてもしょうがない。今は行動の時という気もするぜ。賛成。とにかく余った3つのボンベの活用を考えよう。3つ。そうだ、3つだ。俺が行こう。こいつで会場にまで出て救助を待つ。ダメよ、あなた肩を怪我してるじゃない。他に誰が行く？私が行くわ。お前だって手を思い切りくじいたって言っていたろ。そんなんじゃ溺れるだけだ。私がダメだ。でもしかし俺が行った方がマシだ。私が行くわ。お二人とも冷静に考えてください。血がたくさん出て体力が低下して手をくじいてボンベも満足に握れない女性、問題外だわ。
私よ。フリシア、あなたはあなた一人の命ではないはずよ。エルディア国民全員に対して責務があるはずだわ。それはそうですが、私は女王である以前に一人の人間です。私だって人間よ。私が行く。だが水温は氷点下に近い。それに水面までの距離だってわからないし。そんな過酷なところを怪我人の二人が行くわけ？このまま窒息するよりいいと思う。私やるわ。わかったわ。わかった。マヤコさん、服は脱いでいった方がいい。でも冷えてしまうんじゃ。かえってかさばるから危ないのよ。脱いだ方が安全だわ。ボンベだ。使い方教える。わかった。やってみる。エアーはこのタイプだと20分は持つはずだ。危ないと思ったら戻ってくるのよ。気をつけて。俺の腕時計を貸そう。100気圧防水だ。10分経って上がれる見込みがなければ帰ってくるんだ。わかった。マヤコさん気をつけて。うん、泳ぎは多分得意だから。そのはずよ。行ってくる。救援隊呼んでくるね。期待してるぜ。行っちまったか。やっぱり行かせない方が。どうしようもないわ。このままだと私たちの誰かが。くそ、遅いな。今出て行ったばかりじゃない。分かっているよ。マヤコさんは気遣っているんですね。当たり前だ。あんな女の子に俺の見せ場を取られたんだからな。どうですか？10分経ったぞ。経ったわ。どうしたんでしょう。守備よく海面に出られたか。あるいは。やめてよ。まだ何も言っていないぞ。心なしか、床が傾いてきていない？立っていられなく。船が傾いているぞ。どうするのよ。マユコちゃん。すぐに体を拭くんだ。マユコちゃん、体が氷みたいよ。今救援隊が向かっているわ。こっちに。本当ですか？とりあえず助かりそうだな。それなんだけど。なんだ？今外から見たんだけど、トリスタンは海溝のヘリに引っかかっていて。どんどん下にとか言わないでね。その通りよ。落ちかかっているの。じゃあこの船の傾きは救助隊じゃなくて海溝に落ちていってるのよ。なんですって。うわあ！ああ！壁に穴が開いて。海水が侵入してくるぞ。もう時間がないわ。みんなボンベを持って。プリシア、これを。補助、持ったか？ええ、あとは。マヤコ？マヤコちゃん！マヤコさん！なぜ？どうして？俺のボンベを。いいの。マヤコさん！プリシア、私、わかってる。わかってる。マヤコちゃんの目、色がコンタクト。補助、見ろ。
マエコちゃんの髪の毛が。どういうこと？あれではまるで。みんな。マエコ。マエコちゃん。